ありがとうございます。 またお越しください。
よし。帰るわ。やばいなこれ。行きましょう。
そうね。でも、よし。いや、そのそれじゃ。またね。
おう。Thank you.
よし、行くぞ。よし、行くぞ。おう、帰ったか。私ね、
え？決めました。ありがとうございます。よし。ありがとうございます。やばくね？さて、始めましょうか。お、いけそうだぜ。ねえ、時間です。時間です。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。ねえねえ、
始めるわよ。お、いけそうだぜ。なあ、ありがとう。じゃあ行きましょう。
ご苦労だった、今回はマジやばい。そもそも集中できねえし。皆様からご意見を頂戴し、それを即実行する。その当たり前を実現するために私は。またかよ、うるせえな。そんなことより話って。前に気になることがあるって言ってたけど、何か分かったの？私がバンしてやったメジエド、本物じゃない。は？本物はお前だろ。私の後メジエドって名乗ってたやつとこの前のは違う。どういう意味だ？この前のやつが書いてた行動、今までのどのメジエドとも違う。コードは書いたやつの指紋、どんなにごまかしても癖出るし、この前のは切り張りだらけで一貫性がない。スキルが雑魚すぎる、ガバガバだ。でもメジエドって世界中に何人もいるんでしょ？最近参加したメンバーってことは？っていうか、クラックに興味ある人種のコードじゃないっすわあれ。少なくとも正式なメジエドってことは絶対ない。メジエドを名乗って怪盗団を挑発、一体何が目的だったんだ？ひょっとして愉快犯？怪盗団が人気出てきた頃だったし、人気にあやかろうと。ちょっと待って、逆なんじゃない？逆？怪盗団を有名にするためにメジエドを名乗ったとか。はあ？わけわかんねえし。実は私も誠と同じ考え。どういうこと？さっき言っただろ、コードは指紋だ。この前別の場所で同じ指紋見つけた。どこだ？怪盗お願いチャンネル。外部から不正に書き換えられていた形跡がある。マジかよ。夏休み前ぐらいからアクセス数が実際よりだいぶ盛られてた。それにランキングも、特に奥村社長が1位になった時だな。つまり怪盗団を挑発した人と怪盗団サイトを改ざんした人は同じ？何か見えてきた気がする。サイトの改ざんでもメジエドの挑発でも、結果的に怪盗団に注目が集まった。しかも私たちが奥村社長を狙ったのは世論とランキングによるところが大きい。絶好のタイミングに格好のターゲット。もし全部仕組まれてたとしたら。辻褄が合うな。じゃあ犯人は初めから私たちに罪をなすりつける気で。そんな。あくまで推論の話よ、確証がないのも事実だが、誠の推理が全部当たりなら、ここ2ヶ月くらいの我が輩たちはずっと誰かの手のひらで転がされてたことに。考えすぎだろ。だってお前、メジエドにランキングって、あんな騒がれたもんがもし全部仕込みだったっつんなら、俺ら一体どんな野郎を敵に回したんだ？憶測で焦っても仕方がない。とにかくこのままだと冤罪、それも殺人容疑だ。乗り切るしかない。でも相手もわからないのに。まさか今この瞬間もなんかはめられつつあんのか？そうね、わからない。無理に分かった気になる方が危険。もし本当に全てが周到な敵の仕業でも、やり返してやるだけよ。手がかり必ず見つけないと。私が。今回の人事、部長からのご推薦と伺いました。なぜ私のような若輩を？自殺と断定されかけていた囚人学園の校長の件を洗い直し、怪盗団との関連を示してみせた。その功績を買わせてもらったんだ。
光栄です。怪盗団の件、もはや国家の一大事だ。正義の執行者である我々検察に期待が高まっているんだ。人選や方針も任せるよ。あとこの件には警察も合同で当たるが、君の指揮下に入る。陣頭指揮を取ってもらいたい。まだ返事を聞いていないが、怪盗団一掃の件引き受けてもらえるね。最善を尽くします。成功の暁にはそれに見合うポジションを用意しなくてはな。プレッシャーをかけるつもりはないが、勝算はあるのだろうね。当然だが、受けるからには失敗は許されない。分かっているね？もちろんです。必ずご期待に応えてみせます。どんな手を使ってでも。話は以上だ。いい結果を期待してるよ。ただいま。お帰り。ご飯は？いらない。お風呂を沸かす？いい、着替え取りに来ただけだから。泊まり？大きい仕事任されたからね。ひどい顔してるよ。疲れてるんじゃ。大人が仕事を引き受けるってことは、失敗は許されないってこと。勝てなきゃ終わり。だからってお姉ちゃんが倒れたら。ようやく掴んだ出世のチャンスなの。校内に刑事が立ち入ってるんだってね。勉強に集中できないでしょう。安心して、もう終わるから。どういうこと？私が怪盗団を捕まえてみせる。さっき言ってた大きな仕事って怪盗団絡みの話？あなたには関係ない。やっぱりだ。お姉ちゃんが怪盗団を、しかも囚人学園に目を向けてる。まずい。これみんなに知らせないと。つけておこう。
Masquerade, hiding both face and mind.